はい、アッシュランドレザー正規販売店の泉と申します。普段はこういった革小物をオンライン上で販売します。今回はココマイスターさんのナポレオン革のアレクサンダーウォレットを、レビューしていこうかと思いますね。これは中古で、買いましたんで、実際に小銭とか札とか入れてカードとかも入れて、どういった感じなのかをちょっとレビューできたらいいなと思いますね。ココマイスターさんは結構、リーズナブルで素材がバラエティ飛んでますね。例えばオークバークとか他のメーカーさんではあまり取り入れてない希少な革を使った財布がありますね。あとブライドルレザーのラウンドファスナー型財布が3万1000円で、売ってます。これすごく安いですよね。内装が結構、高級感のあるヌメ革を使ってて、外装がブライドルレザーで3万1000円っていうのはかなりいい値段だと思いますね。で、結構店がおしゃれ、そういった特徴がありますね。もちろんそのシルコードバンとかコードバン全般とか代表的な素材も使った財布がありますね。で、ラプレオンカーフも結構ココマイスターさんでは革メーカーさんの中では特徴的な革ですよね。オイルドなんだかな、オイルドなったらっていう革なんですけど、ちょっと正式名称わかんないですね。ココマイスターさんがナポレオンカーフって名付けていて、本当はイタリア の革メーカーさんの名前があると思うんですけど、これ特徴がすごく面白い革ですよね。まず油がたくさん含まれてますんで、しっとりしてる感じですよね。で、それで、ちょっとこうやってこすると、艶が出てきますね。で、香りがすごくいいんですよね。なんか、香ばしい感じがしますね。ちょっとこれ、言葉で表現するの難しいんですけど、すごく革らしい、すごくいい匂いがしますね。で、あとは、経年変化が素晴らしいと。この艶すごいと思いますね。シェルコードバーに匹敵するぐらいの、強烈な、艶が使ってると出てきますね。こちらシェルコードバーこんな感じですね。本当に、皮の芯まで油が浸ってるような感じですよね、このツヤ感は。これ面白い革、好きな革ですね。で、カーフなので柔らかめですね。カーフっていうのは、子牛ですね。正牛と違って、若干柔らかめな感じがしますね。すごくいい革だと思いますね。そんな高くないですね。これも3万1000円ぐらいで買えますんで、そんなに高くないですし、すごくいい革だと思います。香りよし、触ってよし、経年変化よしで、耐久性もありますし、柔らかみもありますんで、たくさん入りますしね。これ全然違いますよね。この経年変化すごいですよね。最初はこんな感じの色なんですけど、これワイルドドリームって色なんですけど、これブルー色ですよね。こんな感じに、全然違う感じに仕上がっていくのも面白いですよね。ココマイスターさんのホームページでは、手に吸い付くような質感って書かれてますね。素晴らしい。ここはこんな感じですね。磨きが中途半端で、なんか結構ワイルド感を大事にしてる感じがしますね。磨こうと思えばこんな感じで、磨けると思うんですけど、ツルツルした感じに磨けるんですけど、あえてこんな感じで磨きが中途半端っていうのも面白いところですよね。で、この財布すごくないですか。これこんな珍しい財布今ないですよね。だいたいランドファスナー型の財布とか、あっても、あ、これはちょっと特徴的だな、二つ折り財布とかですよね。蓋型の、折り長財布っていうんですか、ああいうのが多いですよね。こんな財布の見たことないですよね。これは面白いですよね。ナポレオンカーフすごく大好きな革ですね。これぜひ手に取ってみていただいて感じてほしいですよね。機能としてはカード入れがこれいくつ12個ありまして、札入れ2つ、こっちに小銭入れたり、
まあ、領収書とか入れたりできますね。まあ、実際入れてみますか。まあ、1番札がすんなり入りますね。まあ、この感じだと本当に50枚入りますよね。100枚入るかな。すごくたくさん入りますよね。でナポレオン価格、すごく、柔らかめで、まあ、伸縮性があるので、よく伸びますし、すごいいい革ですよね。これを使っ、発見した、ココマイスターさんの方は、センスがすごくありますよね。で、カードを入れるとこんな感じですね。で、まあ、カードを入れると、よいしょ。これ1枚目ですね。で、2枚目を、ちょっと手前から入れちゃったな、これ。入れるとこんな感じですね。こんな感じで閉まりますね。まあ、全然落ちてる感じがしないですし、すごくいい感じに入ってますね。取り出しやすいですよね。こんな感じで。ただ、そんなたくさんは入らないですね。まあ、入っても2枚ぐらい。だからまあ、12枚の24枚ぐらい入るかな。入らない場合はこういうところ置いとけばいいですしね。結構大容量だと思いますね。でまあ、小銭はこっち入れるのかな。こんな感じで。入れて、もう絶対落ちてこないですよね。素晴らしい。最近小銭はあんま使わないですよね。キャッシュレスが進んでますんで、ここはあんま使わないかもしれないですね。まあ、レシート入れたりとか、こっちに札入るんですかね。こっちに札はなんかあんまり入らないような。若干なんか、不格好な。まあ、入っちゃ入る。まあ、ただこれ1000円だからな。取り出せなくなっちゃった。まあ、あんまり入れないと思いますね。まあ、すごく、いい財布だと思います。しかもいい革。ナポレオン革。これすごい。私も大好きな革なんで、ぜひ、ココマイスターさんの直営店行って、手取って見ていただけたら、この良さがわかると思いますね。あちなみに二つ財布はこんな感じですね。私もこれ以前使っていて、すごく使いやすかったですね。こんな感じで。これブラウンですね。ブラウンもいい色ですよね。なんか、アンティークっていうか、なんていうんですかね。ワールドっていうか、アンティーク感があって、すごくなんか荒々しい感じがしていいですよね。ナポレオンから本当にいい革ですね。こんな感じで。ナポレオンカーフのステッチはこんな感じで、本当に丁寧に作ってますよね。こんな感じで。結構負担がかかりそうなところは、ちゃんと、こういう風になってますので、耐久性かなりあると思いますね。まあ、避けないですよね、こんだけ。しっかりしてる革は。まあ、長期的に使えると思いますね、あと。まあ、たまに空拭きすると、本当に、こんな感じですごく、ツヤツヤになりますね。これ、本当に、革好きにはたまらないツヤですよね。この、まあ、傷とかついてるんですけど、それがなんかまたいいんですよね。味があって、いい風合いが出てますよね。まあ、コバはさっき見せましたけど、こんな感じで。まあ、スティッチはこんな感じで。普段はこういった革財布をヤフオクとかメルカリとかベースとかで販売します。まあ、コメントとかも、ご連絡、記入いただけたらと思います。で、ヤフオクとかにも、メルカリとかヤフオクとかラクマで値下げ交渉も行ってますので、ご希望の金額を書いていただけると、まあ、反応しますね。で、折り合いがつけば、まあ、その金額まで下げて、ご購入いただくという流れですね。まあ、以上になりますね。